では続きやっていこうと思うんですけど、これどこ行くのこれあ、ここか。はい、前回ボス戦で終わりましたね。相変わらずこれ、ね、廃墟のところを歩いているんですけど、前回ボスを倒したことでね、クリスタリウムが成長しました。で、上げてきました。はい、以上。じゃあ進めていきまーす。一本道ありがたいね。偵察してこよう。はーい。ライトニングさんはね、喋るようになってきたような気がする、気持ち。あと今回からなんか改造っていうのができました。あ、早速見てみるか。お、あった、改造。おい、なんかできるの？今身につけて、お、グラディウス。これなんかできるのだろうか。え、これ何？あ。あ。え、なんかこれ全部使っちゃっていいのだろうか。おお、なんかたくさんあるやつ使おう。謎の液体とか、なんかもったいないような気もするけど、次 1.75 倍。とりあえずさ、なんかさ、成長できるやつ成長させたく、なんかライトニングさんの武器一回ちょっと成長させたくね。ほい、あ、おお、レベル2になった。おー、まあこんな感じか。でも素材か、なかなか難しいよな。なんかまださ、もう素材自体あんまり持ってないからね。まあ多分あれでしょ、野生のバトルをたくさんやって素材を集める。あ、でも素材ってあれか、宝箱からしか通れてないよな、確かな。もう進むか。なんかありました？俺らに未来はあるんだかな。ろくな未来は見えないな。行く当てもねえしな。あるさ。うん？あそこだ。エデンだと？エデン。政府の中枢じゃねえか。うん、勇ましいね。殴り込みでもかけよってか。正気か？逃げ続けても狩られるか死骸だ。ルシの逃げ場はどこにもない。なら国運の敵らしく政府に食いついてやるよ。冗談じゃねえぞ。ああ、冗談じゃないね。冗談じゃないね。パルスのファルシがセラをルシにした。守れなかった私もルシで、国運の敵として政府に追われてる。だが政府の裏に何がいる？ファルシだ。国運を支え人間を導くとかいうファルシエデンだ。そう、パージを命じたのもそいつだろうさ。パルスのファルシだろうが政府のファルシだろうが、ファルシどもにとって人間は道具だ。私は道具で終わる気はない。じゃあどうすんだ？一人でか？無茶言うな。万一うまくいってもファルシエデンはインフラの中核だ。あれに何かあったら国運はガタガタに。壊したいのか？パルスのルシだからって国運を壊そうっつうのか？ダメ、セラを忘れたの。国運を守れって言ったじゃない。守るのが使命かもしれないよ。使命は関係ない。私はファルシの道具じゃない。生き方は自分で決める。死に方じゃねえのか？迷っていても絶望だけだ。進むと決めれば迷わずに済む。安心しろ、敵は政府だ。世界を滅ぼす気はないさ。滅ぼしそうになったらあのバカが止めに来るかな。スノーと戦うってのか？次に会ったら敵同士かよ。お前たちともそうなるかもな。
絶望にとらわれて、みんなバラバラだったから、ライトニングの苦しみを、背負っていた痛みを、分かってあげられなかった。スノーは敵です。私が弱かったから、みんなを巻き込んでしまったんだ。どうしたらいいか分からなくて。俺もだ。私がついてるよ。心強いね。待ってください。ついていきます。お前を守る余裕はないんだ。戦います。迷わないです。お、なになに、サイコム？サイコムの抹殺部隊だ。バニラとサッツは？やるしかねえか。どうしよう、ダブルキュー、あ、ダブルキュー、サルダーのサポート、サポーティングの方、あ、ちょっと待って待って待って、めっちゃ食らった、ちょっと、ダブルヒーラー、ダブルキュー、やばい、え、強くねえと、やばい、とりあえず一体。よし、危ねえ。待って。やばい。敵の数減らさないとな、まず。オッケー。誰とプラグマスター。オッケー。怖い。二人にこの数はひどいよな。どっちが効くかな、魔法と物理。まあ、どっちも効くか。ライトニングさん男前よな、マジで。まあ、しょうがないよね。まあ、どっちにしろね。まあ、このままでいったら死ぬしかないんだもん。まあ、噛みつけるところには噛みつきたいよな。うわ、悲惨やった。上出来だ。上出来、頑張って、ありがとう。ありがとうございます。また別れちゃった、もしかして。せっかく4人揃ったのにな。一方こっち。軍隊のお出ましだ。うん。さっき戦ったから、サイコムと。どうするって、そりゃ。逃げよ。ん？逃げた方がいい。助けに行っても、役に足手まといになる。そうか。そうだな。姉ちゃんなら簡単にやられねえか。この二人も十分強いけどね。ああ、またニーニーだ。また敵が来ますよね。早く行きましょう。あの人たちが気になるんですか？もう逃げたと思いますけど。今ならお前も逃げられる。私と来ても戦いだけだ。どういう形で終わるのか私にも見えてない。分かってます。でも強くなりたいから。ライトニングさん。ナイトでいい。あ、これからどうします？ガプラの森を抜けてパルムポルムだ。エデン行きの足を手に入れる。
町に着いたら案内できます。僕の家パルムポルムなんです。寄れないぞ。行きませんよ。ルシが帰ってどうするんですか。政府の中枢に乗り込むことになって、でホープ君もついてくることになったと。おライトでいいって、ちょっとおねしょと最高、おねしょと最高。ということで、じゃあ、物語のおさらいをしていきましょう。政府を倒す。ライトニングが決意した。彼女とセラをルシに変えたパルスのファルシ、執拗にルシを追う軍を操る政府のファルシエデン。今の彼女にとってはパルスのファルシも、政府のファルシも同類、姉妹の運命を狂わせた敵だ。敵ならば迷わず戦って倒す、そんな生き方を最後まで貫くと決めた。政府の首都に乗り込んでファルシエデンを撃つのだ。無謀なのは分かっている。セラの願いに反して国運を傷つける可能性もあった。国運を守ろうとするスノーと戦うことになるかもしれない。それでもこの理不尽な宿命に怒りを叩きつけねば気が済まなかった。サズとバニラは反対するが、ホープだけは彼女に同調する。スノーを憎んでいる彼は戦いを通して強くなりたいと願っていた。ライトニングの逃亡は終わった。政府から逃げるのではなく政府を倒すために進むのだ。その結末は彼女にも見えてないがと。はい、ちょっと待って、ここを2ページ目読んだっけ。あ、ここ読んでなかったね。狭間を逃げ続けていると、これ希望なき闘争の、これ2ページ目ね。しかもルシには使命があるのだ。今はまだわからない使命を突き止め、達成しなければ死骸と化す。もし仮に運命を果たせても、妹のようにクリスタルになるだけ。けど迷って立ち止まれば政府軍に追いつかれて抹殺される。どのような道を選んでも絶望ばかり。それはサツも同じなのだ。今後も彼女と力を合わせて共に希望を見出せるだろうか。だがサツはまだ気づいていない。ライトニングの胸中にある決意が芽生えつつあることを、と。その決意っていうのがこれですね。政府を倒すっていう決意だったわけですな。はい、あ、ここも読んだっけ。私パルスの遺物、目視戦争の話だよね。しかもパルスの脅威は死に絶えていない。廃物に紛れていたパルスの機械兵士が錆びつく部品を自ら修理してさまよっており、政府軍による駆除も追いつかずにいるのだ。ボーダムに埋もれていたパルスのファルシも廃物とともに国運に運び込まれ、数百年間眠っていたのかもしれなかった。パルスの脅威がうごめく闇、バニラとホープをかばいつつ、殺はお金びっくり進むとね。で、その後ね、ライトニングさんと合流できて、で、今また別れちゃったって感じだな。よし、オッケー。ごめんなさい、ちょっと読み逃しがありました、申し訳なかった。で、あとはここだね、地域と施設。そう、商業都市パルムポルム、ホープくんが住んでいる町ですね。まあ住んでいたって言った方がいいかな。わー、綺麗だね、港町っぽい。ホープの故郷で国運でも有数の大都市、市街には数多くの小売業者が店を構えている。ネットワークを介した転送販売が主流の国運では、商品を直に手に取って買い物できるショップが珍しいため、販売形態そのものを町の名物にしようと自治体が積極的に店頭を誘致していると。へー、そのうちさ、私たちの住んでる世界もさ、こう転送販売なんだろう、なんかね、ポケモンのさ、だっけ、パソコンあるじゃん、パソコンにさ、なんかポケモン預けたりとかすんじゃん、あんな感じになったりすんのかな、そのうちな。あ、でも私が生きてる間にはないと思うけどね。政府首都エデン、ファルシエデンにちなんで命名された国運首都、政治経済文化の初機能が集中する国運社会の中心地である。飛び立つセントラルタワーには政府機能の中枢が置かれ、最深部にファルシエデンが鎮座しているというわけですね。さて、じゃあまたこの2人でやっていくぜよ。いいですか、いいですか、いる。あ、セーブポイント、ちょっと待って、またクリスタリウム育てとくか。そうだな、そう、ライトニングさんがね、ヒーラーのロール持ちましたからね。よいしょ。まあアタッカー育てるんですけどあ、CP さっきのバトルであんまりゲットできなかったか、残念。よし、うん、さて、さあ行くわよ。僕が見てきます。お、マジ？さて、じゃあ戦っていこう。わー、最後も普通に出てきたね、もうね。足手まといになるなよ。足手まといになるなよ。ライトさん。わ、ライトさんになってる呼び方。
るだろう。ナイス。大丈夫だね。いやミニマップが消えてたから焦った。セレクトでオンオフできるみたいですね。ついこうアイテムがありそう。あるね。オッケー。どうぞ。はい。オッケー。プロテストしてる意味ないかな。どうだろう。あ、でもプロテストは意味あるか。ナイス。さあ、アイテム取りましょう。さあ、これも光ファイバー。次こっち。プロテストしたらもう超えてもらっていいかな。デバフありがたかったよな。まあ倒せたからいいけど。ふう。逃げちゃダメや、逃げちゃダメだ。ライブラスコープ。なにこいつ。いいね、使用成功しまして。どうぞ。どうぞ。よし。モンフォースでいいか。なんか魔法効きそうだな、これ。よね、ちょっと前回道間違えましたからね、私ね。またなんか先にいたらイベントあるぞ。お、ルシの痕跡はあったか。反応なし。奴らが利用した形跡はありません。ん、誰だ。あ、さあさあ、やりまして、やりまして。はい、おお、クソザコ。よし。勝てた勝てた、楽勝です。サイコムは何をしていたんでしょう。私たちがパルスの機械を使って逃げると考えたんだろう。試してみましょうか。なんだろうこれ。妖精、むやみに触るな。でも使えるかもしれません。
やめろ。面倒を増やすな。止まれ、全然クラタに戦った敵やんな。言うことを聞いた。え、ライトさん、動かせそうです。やるやん、ポップキュン。お、道ができた。パルスの兵器を操縦し敵を蹴散らして進みます。周り攻撃するか手当たりで敵を倒せます。マニュアル攻撃はエネルギーを消費しますが、柵を破壊すれば回復します。ノテラダは一切ダメージを受けません。攻撃を駆使して敵を撃破しましょう。ほう、やるじゃん、ホープくん。敵いる？よいしょよいしょ。おー、投げ払う、投げ払う、ぐーん。おー、楽しい楽しい。お前もか。おー、あ、普通にぶつかってもいいのだな。ぐーん、だから時間制限もないし、いいね。こういうあのね、しょうもないイベント好きですよ。しょうもないって言ったらあれだけど、あの FF7 みたいなミニゲームで先に進むやつ面白いよね。投げ払う、はい、投げ払う、うーん、オッケー。で、柵で回復。ホップくん、確かになんかメカに強そうだ。お、逃げんな逃げんなお前ら、ぐーん、逃げんな逃げんな。よいしょ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 。これなんかさ、全員倒したらなんかボーナスないの？さよならさよなんかむやみに攻撃するよりさ、答え当たりした方が効率がいいような気がする。よし、よくやった。えらいぞホープ。あ、おー、怪我はないか。無事だな。助かったよ。いつまで座ってる？いいじゃないですか。少しぐらい休んだって。甘ったれるな。厳しい。待ってください。お姉さん厳しい。お、アイテムだ。これ何？お、雷の指輪と、お、300ギルと。お金こんなもんしかくんないのか。戻っても何もないね。 OK、 じゃあ進もう。また乗り物が見つかるといいんですけど。いや、面白かったね、あれね。はい、電解コンデンサー。え、さっきのさ、倒した兵士からもらえないの、ポイント。すぐに育成のことを考えてしまう。まあ、もらえなかったっぽいな、ほとんど。よし、ちょっとセーブしとこう。目の前に敵発見。いや、スノーマがちょっとどうなったのか気になるなね。あのお姉さんに連れてかれて、なんか政府とつながりのあるルシの。あ、あ、びっくりした。戦っていくぜ。それからどうなったかっていうね。足元になるなよ。
やつあれだな、プロティスかかってた、なんか防御上がってたね。じゃあ魔法で攻める方が良かったのか。やっちまったな。でこっちか、ここをミスんないように。分かれ道ですね。うん、慎重に行きましょう。とりあえずちょっとこっち側から行ってみる。うわ、でけえのいる。これアイテムかな。ちょ、敵と戦わないとアイテム取れないか。オッケー。ナイトさん、メカ系だから。ホップ大丈夫かな？オッケー。行けて。よしよし、ナイス。何あれ？あ、こいつ敵なの？誘導ビーコンで。これ敵なんだ、知らんかった。オッケー。アイテム取れます。え、なんだろう。お、雷の指輪、なんか雷の指輪なんかちょいちょいゲットしてんだけどな。下に降りたら、あ、なるほど。で、ここと繋がるわけか。行くぜ、また。あ、イベントあるね、この先に。思った通りか。やはりお前はお荷物で、この先守れそうにない。悪いが、お前の面倒を見る余裕は。無責任ですよ。最初から甘えるな。もう世界中敵なんだ。自分の身だけでいっぱいなのに、お前まで守れるか。邪魔する奴は全員敵だ。邪魔になるならお前も敵だ。あ、召喚獣？あ、なんだこいつは。逃げろ。誰だこいつ、見たことあるようなないような。あー、来た。どれがいいかな。あ、おでんさん、おでんさん、こんな感じなの。へえ。待て、絶対。あー、やめて、強くない、おでんのくせに。ちょっと待って、強い。オッケー、デュアルフォース、ゴルの盾。なんだろう。わー、ちょっと待って、ホープ。え、強いんだけど、なにこれ。待って、あ、すごい。コミュニケーションセクターをダブルキュアに変えた方がいいか。待って、よし、ホープ。おっ、なりふり構うな。あっ、すごーい。
もうか。もうなんか縦やってる時に早く行くぞ。あ、わかった。ちょっと待って、よいしょよいしょ。はっ、また来るから加湿に専念して、なんとかの盾ってやってる時に、あーまだか。なかなかタイミングがわかんない。よっけ、先生この間にちょっと攻める。えよいしょよいしょ、どう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 、オッケー。ふぅー、あーお疲れ様でした。ロムの盾って時に攻撃すればよかったのかなーってちょっと思ったり。かっこいい。おー、めっちゃかっこいいんだけど。あーよかった。突然始まるからびっくりしちゃうよ。ふぅ、ライトさん、パルスの烙印が変わってます。ルシの力、召喚獣でしょうか。魔法に召喚獣、おとぎ話が私たちの味方か。そうなんだよね、ちょ面白いよな、ルシなのに。あの、やっぱり足手まといですか。僕頑張ります。だからもういい、鍛えるぞ。あ出れた。さっきはすまなかった。あ、こういうのがいいよね。ただツンツンしてるだけじゃなくて、ね、ごめんなさいもちゃんと言えるの。クラウドもそうだもんな。じゃあちょっと今回ここまでですかね。ついにライトニングにもあれか、オーディンの力、召喚獣の力になったのかしら。さて、じゃあ召喚獣オーディン、ライトニングと共に戦う道を選んだホープだったが、早くも疲労の色が濃い。それがライトニングの焦りを強めた。敵は強大な西方軍だ。足手まといのホープという負担を抱えて戦えるほど楽な相手ではない。余裕を失ったライトニングはホープの甘えを罵って彼を見捨てようとする。その瞬間ルシの烙印が灼熱した。そう、ライトニングさんのあのルシの烙印はお胸にあったんですね。だから見えなかったんだな。で、突如として現れた召喚獣オーディンが邪魔者を消そうとするかのようにホープを襲う。ライトニングの体は自然に動いた。彼女はオーディンの刃を受け止め、たった今見捨てようとしたホープを守る。オーディンに勝利し召喚獣の力を手に入れて、彼女は思う。召喚獣の出現にはどんな意味があったのか。その答えは見えないが、確かなことが一つあった。ホープを見捨てるという選択肢はもう心から消えていたと。はい、こうやって仲間になっていくんだなって。あ、ちょっと戻った。セブポイントあるか。じゃあちょっと今回ここまでにしておきます。じゃあ再びね、あのお姉さんとね、可愛い男の子の二人旅はまだ続くわけなんですけれども、まあでもね、なんか行く先とか、まあ、目的は見えてますんでね、はい、まあ、まずは政府のエデンを目指して、まあ、その間にいろいろね、ホップ君の街とかも経由するわけなんですがね、はい、じゃあご視聴いただきありがとうございます。